今回は愛知県の式場オーベルジュ・ド・ヴィルナ小屋での沖の映像のご紹介です。こちらは新郎新婦から親御様へ送る手紙朗読の様子です。新婦の言葉に感動し、親御様も涙をこらえます。今まであまり伝えられなかった感謝の思いを言葉にすることで、改めて家族の大切さ、愛情を感じることができますね。手紙を読んだ後は、新郎新婦から親御様へ花束を贈ります。家族の愛と絆を感じる瞬間、きっと親御様にとっても宝物のような時間になるはずです。お父様には新郎新婦がブートニアをつけます。親御様もとっても素敵な笑顔ですね。涙と笑顔あふれる最高の結婚式となりました。たくさんの魅力がある式場、ベイサイド迎賓館神戸。料理でゲストにおもてなしができるレストランウェディングに憧れがある方や、美しい景色を眺めながらアットホームな結婚式がしたい方におすすめです。結婚式を挙げる際はぜひ参考にしてみてくださいね。結婚式を申し込むなら最安値で申し込みたくありませんか？ベストレート保証のある式場多数掲載。他の式場が見たい方は概要欄のリンク、もしくはリアルウェディングスで検索。